第54回中央幹事会を開催します。山口代表からお願いします。はい、皆さんおはようございます。昨日衆議院の平和安全法制特別委員会で法案が可決されました。この委員会は過去安全保障防衛に関する法案審議と比べてみますと、例えば PKO あるいは周辺事態法あるいは有事法、いずれも100時間に満たない審議時間であったのに対し、今回は110時間に達する長時間の審議を重ねました。しかもその中で与党は約1割程度、そして大半を野党の質疑時間に割り当てて、野党の委員は1人当たり7時間に及ぶ長い審議時間を費やしたわけであります。通常例年の通常国会の予算の審議でありますと、野党の委員は1人当たり1時間多くても2時間ぐらいが通常でありますから、野党の委員が1人当たり7時間費やしたということがいかに長い審議時間を確保したかということにもなるわけであります。そうした中で、ほぼあらゆる、主要な論点にが出尽くして、議論がなされ、終盤には同じような重複した質問も繰り返されたと、こういう実情だったと思います。そうした意味では、この採決に、熟す状況を見据えた上で、採決に至ったものとこのように考えられます。実際の採決の場で、これだけの長時間の議論をしたわけでありますから、それぞれの政党会派が自らの考え方をしっかりと討論を行って、また採決もきちんと賛否を明らかにすべきだったと思いますけれども、そういうことをせず、中には法案に反対あるいはその他諸々の表示をした紙をですね、大きく掲げて委員長が議事を進めるのにその委員席が見えないようにしたり、あるいは声が聞こえないようにしたり、ある意味で議事を妨害している、このような印象すら持たざるを得ない、そういう進め方がなされたのは誠に遺憾だと私は思います。正々堂々と党としての会派としての主張を討論や採決で表すべきだったと、このように思います。この採決を受けて今日本会議が開かれますけれども、そこで、各政党会派が、討論は行うと、しかし採決には退席する、このような事前の報道がなされておりますけれども、やはりしっかりと討論をするならば、それは討論者の意見として聞くことはもちろんでありますが、しかし採決に賛否をはっきり表すということが、やはり政党や会派の意思が現れたということになるわけでありますから、この点で、不明確な対応ということでは、何のための長い間の議論をしてきたのかというところが、結末がはっきりしないということにもなります。そうした衆議院の議論を踏まえて、安倍総理も国民に対する理解が必要だということを重ねて、言ってまいりましたし、今後も参議院においてはその国民の理解をさらに広げるために、十分な議論をしていかなければならないし、より丁寧で分かりやすい議論を展開しなければならないと思います。今日ちなみに皆さんに、参考までにお伝えをしますけれども、憲法学者の皆さんの対応というものがいろいろ注目をされました。朝日新聞が憲法学者の皆さんにアンケートを取ったわけでありますが、いろいろな項目がありますけど、一つ気になったところがあります。それは自衛隊が憲法違反かどうかという問い、これに対して122名の学者が回答をして、そのうち憲法違反であると答えた方が50名、
また憲法違反の可能性がある答えた方が27名、合わせて77名が憲法違反ないし違反の可能性があるお答えになっています。122名の回答者の中では 63% に達する率でありまして、まあ大半が憲法違反ないしは憲法違反の可能性がある、そういう前提に立って果たして、安保法制、平和法制、安全法制を議論した場合にどういう結論、どういうものの見方になるかということが容易に想像されるわけであります。このアンケート調査の結果は今朝日のデジタル版に掲載されておりますので、参考にしていただければと思います。大事なことは我々がこれまでも申し上げてました通り、憲法13条では国民の生命自由幸福追求の権利、この人権は立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする、こう書かれているわけでありますから、この憲法の人権規定の精神に従って、責任を負うのは立法その他国政の責任を負う行政、そして司法ということになるわけであります。まあ、司法は砂川判決でいわゆる統一行為を高度な政治判断については、司法判断を避けると、こういう対応をしておりますので、まさに具体的に、この人権を守り抜くために責任を負うのは行政と市立法であると、そういう中で、国会で議論をし、政府案を真剣に、固めてきたと、こういう経過があるわけであります。ぜひとも今後もそうした憲法の指し示す責任感のもとに参議院での議論をしっかりと行っていく必要があると思いますので、気を引き締めて、そして政党として地方議員の皆さんにも、そして有権者の方々にも届くように我々結束して当たってまいりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、以上であります。